あの町この町おののこ町まちづくりラジオ時刻は19時になりましたこんばんはあなたの心にマイオアシス福山雅です FM 講座では 月曜から金曜まで朝の情報番組マイオアシスがありますが日曜日の夜は福山雅のマイオアシスはい冗談です、はい、えー、っとこの時間の番組はまちづくりラジオですマイオアシスではありません冗談でしたえま、ー、ちづくりラジオの、えー、番組をしている私 荒垣と申します、はい、えー、最初はまずフリートークなんですけどもえー、っとはいえー、っと僕のですねえー、っと母校のちょっとお話なんですけども僕の母校中学校時代のえー、っと僕の母校の,あの糸満市の糸満中学校で僕があの中学生だった頃学校の行事で中学3年生になるとあの3年生全員が友達同士でバンドを組んで 体育館でバンド演奏を披露するという学校行事があったんですけども丸一日体育館で入れ替わりでライブを行うので今の言葉で言うとフェスですよねフェスそのフェスが正式な学校行事だったのではいあの出席欠席扱いにもなる行事でありはいでこのバンドの練習はあの学校のちゃんとした音楽の授業中にバンド練習をするという。 はい、音楽の授業の一環なので男子も女子も学年全員が、はい、バンドを組むことになってで一グループ一曲だけの演奏なんですけどもあの男子はやっぱり、えー、っとモンゴル80015、はいえー、年前ですね僕が中学生は15年前15歳だったので男子はあのモンゴル800の曲を演奏するグループが大変多くてですね、はい 十数組ぐらいは、モンゴレ八百はやってた方は。で、その他には、あの当時、全盛期、あの、だった、ラルクアンシエルだったり。グレイだったり、はい、えー、っと、ミスターチルドレンなど、を演奏する、はい、グループもいたり。はい、で、ちなみに、僕が組んでいた、バンドは。あの、ジャニーズの、トキオなんですけども。トキオのコピーなんですけども、トキオの。 乾杯という曲を、はい、あの盛り上がる曲のために「TOKIO の乾杯」という曲を僕は、はい、組んでやってたんですけどもこの行事、はい、とてもいい行事だったんだなと改めて思うんですけども、はい、行事の正式名称はあの卒業前のイベントということでそ、えー、行事のイベントはお別れコンサートお別れコンサートという行事のイベントだったんですけどもはい。 で今は、はい、15年経った今ではあの糸満中学校、今は行われてないみたいなんですけれども、これ、復活してくれたらなと思うんですけども、はい、で僕の四つ上の姉の時代にも、この行事あったので、最低でも5年以上は、はい、5年以上はこのイベント、僕の母校の糸満中学校でやってたんですけども、沖縄市は音楽の町ですし、はい、沖縄市の中学校の学校行事でも、はい、県内各地、どうですかねと思いまして。 はい、ということで、えっ、ー、っと,、ねえー、と CM を挟んだ後にオープニングトークが終了して一旦 CM を挟んだ後に今日はちょっとお堅い話、ちょっと行政政治的なお話をするんですけども CM 後はの政治的な話にガラッと書いて今日はマニフェスト対象というマニフェスト大賞というお話いたしまして、はいえー、と本日のまちづくりラジオのメッセージはの政策や政治に関する話題を中心に。はい えー、お話ししていきますので、メッセージ、はい、それからそういった話だったり、先ほどのお別れコンサートの何かツッコミだったりもいいですし、メ、えールアドレスは761アットマーク、FMKOZA.GP、メールアドレスは761アットマーク、FMKOZA.GP、はい、また f m k o z ではユーストリームやツイキャスで、はい、映像、音声も配信していますので、インターネット中継からもよろしくお願いいたします。 というわけでここで一旦 CM お願いいたします お菓子御殿のレストランに行ったことはあるかい小雪カエルにクジラにやんばるクイナに運がよけりゃ会えるかもね小雪どうもラグーンブルーの福山雅治ですはい、えー、冗談ですはい冗談いたしました えとツイキャスより、えー、とコメントをいただいております、えー、ツイキャスより、えー、とレーナさんレーナさんという方より、えー、とお茶をいただいておりますはいこの番組はお茶初めてでございます初めてのお茶ありがとうございますで、えー、とツイキャスもう一方チャライ AKB さんより、えー、もうお茶いただいております提供 FM コ座とありますが塩素さんと連携してるんでしょうかえ塩素さんが 演奏さんじゃないですよね <laughs>、はいまあ、はい、ありがとうございますおチャラ AKB ファンさんデナさんはい、というわけで、えー、っと今日はですね、えー、っとマニフェスト大賞というあのコンテストについてお話しいたしますマニフェスト大賞、はい、マニフェストというのはあれですあの政治家さんが議員や市長さんなどの政治家さんが選挙の時にあの私が当選したら何々を実現します っていうあの公約のことのマニフェストなんですけども「はいでえー、何々を実現します」っていうのはあの口だけながら誰でも、はい、言えるのでこのコンテストの表彰は、はい、ちゃんと公約を、はい、何々をしますって約束した公約をちゃんと実現していたり実現させるために行動にちゃんと移している政治家さんなどを表彰するコンテストでございます。 はい、全国各地の首長,首長や議員さんの政策や活動実績を紹介するほか政治家でなくても政治的なまちづくりに関わった一般市民や企業などの団体のも表彰の対象となります。はい、例えば、えー、このコンテストの11回,11回目である今年度は沖縄から唯一沖縄タイムスさんがノミネートされております。はい で、えー、っと全国各地から応募総数、今年は2514件から優秀賞をさらに絞るノミネート88件に、沖縄タイムスさんが今年度、選ばれておりまして、はいまあ、ノミネートなどで正式な大賞の発表はこれからですが、はいえー、確か近々発表だったと思うんですけども、も正式な大賞は、えー、あんたが大賞って、あその大賞ではないんですけども。はい えと沖縄タイムズさんがノミネートされているのは今年度、えー、沖縄タイムズさんがインターネットで公開している「あの沖縄県政策マッピング」というインターネットのホームページがノミネートされておりこの、えー、とホームページは選挙への立候補者情報と地図を融合させた日本初の試みということで、はい、紹介されていて実際にそのホームページを僕も拝見いたしましたら。 はい、あの地図と政策、はい、あの立候補者の政策が融合されているので、はい、地図を見て地図なのでどこどこってすぐなんとなく感覚的に場所が市町村が把握できてあの地域はどのような政策を掲げる立候補者がいるなとか、はい、とあるあの西側の地域では例えば西側東側も地図なのですぐ分かって色分けですぐ。 あの,あ,っちあの辺りの地域で尾長県政を支持していますかというアンケートも色分けで色分けでそれもジャンル分けされているのであの地域は尾長県政を支持しているという、はい、色になっているなとか逆にあっち側は女川県政を支持していないと答えている人が色分けで分類されているなとかもその地図を見たら分かりますので、はいはい、このような、えー、っと民間企業などが。 行ったことも表彰の対象になっているのは沖縄タイムズさんが今年度ノミネートされているんですけれどもで、えー、っと新聞社などもあのコンテストの対象となるとあの政治的な偏りの評価ももしかしたら新聞社は方偏り、まあ、あるところとないところあると思うんですけれどもそのような、えー、政治的な偏りのコンテストじゃないんだろうかって疑問も出てくるかと思うんですけれども主催はいろんな 団体が集まって主催はマニフェスト対象実行委員会なんですけども、はい、その大部分の運営をやっているのは共催の早稲田大学マニフェスト研究所と毎日新聞社毎日新聞社が、はい、主に早稲田大学と毎日新聞社が共催をやっており公、えー、演に共同通信社で協力に えっと公益財団法人、明るい選挙推進協会、で公益社団法人、日本青年会議所など、日本青年会議所だったり、あの明るい選挙推進協会なども講演に入っているので、でその他に審査員は審査員は早稲田大学だけじゃなくて、各種大学の教授や、はい、あの日本の結構大手な、大手のシンクタンクの研究員なども、はい、審査員になっているので、そんなに、あの、 政治的に偏ってはないんじゃないかなというコンテストなんですけども、はい、でマニフェスト対象の評価の項目には、はい、市長や議員が、えー、口にしたことがちゃんとできているかなということで評価の項目として、まあ、期限、財源、数値、工程表など、はい、公約の目標は明確になっているかだったり公約の配布の工夫、はい あの市民が公約を理解できるように分かりやすい公約に努めたかだったり、はい、公約に掲げた目標はどれぐらい達成,達成できているかを自己評価第三,第三者評価を行っているかまたその達成状況を公開しているかだったりが、はい、あのこの対象の項目にあります。はい、でマニフェスト対象の一般市民や団体企業部門においては 市民や企業はあの公約はないので、はい、一般市民や企業が表彰される場合は、はい、住民の生活に根ざすような活動になっているかということで例えばまちづくりのトークイベントを一般市民や団体がきょ主催したりまちづくりのトークイベントだったり政治家さんたちをゲストに討論会などを開催して市民が参加しているかなどがありますので、はい、FM なので FM コザで毎週あの月曜日に。 行われているラジオ番組の月曜日の「捕獲問わず」F ・ m こざで月曜夕方6時に行われている「捕獲問わず」という番組もまさにこのコンテストはいあの審査対象にがっちり適合してまさに評価の対象をほとんどクリアしているようなのでもし「捕獲問わず」の番組として応募したらおそらく結構なはい表彰にされるんじゃないかなとまさにあの 政治家さんたちを討論会など開催して、市民が参加しているかというので、市民もあのツイキャスやメールで参加しますよね。なので、まさに評価の項目をほとんどはいクリアしているので、このように一般企業、市民もマニフェスト対象のえ審査対象にもなっております。で、このマニフェスト対象は過去に、今年が11回目で、過去に10回行われているんですけれども、 県内では過去にえ2県が表彰されておりましてえっと2県ですね、今までに沖縄では4年前の第7回のときにはえっと沖縄県明るい選挙推進青年会ボートというはいあの若者の市民団体が特別賞を受賞しておりはいこの方たちの活動はあの選挙広報が発行されていない地域で Facebook など SNS などで、はい えっと独自の選挙広報を作成したり、候補予定者にインタビューして、立候補者や候補者のになどにインタビューして動画を配信するなど、若者視点のはい取り組みが評価されたということを県内から初めて、県内から初めて表彰されたこの団体で,で、過去にもう1件、表彰されたもう1件は、第十回である去年に、第10回である去年に、去,去年ですね、沖縄からえ那覇市議会、 那覇市議会議会員の、えー、と前泊まり三木議,議員、女性の方なんですけども、女性の前泊まり議員が優秀賞を受賞しています。<coughs> 優秀賞を受賞受しています、はい、その前に表彰された青年会ボートはあの団体なので、政治家個人として表彰されたのは、おそらく那覇市議会の前泊まり議員が初めて、県内では初めてじゃないかなと思うんですけども。 で前止まり議員がどの,どのような活動で表彰されたかというと、どのような活動で表彰されたかというと、県外での事例の言葉を借りて、一言で、一言で分かりやすいように、県外の言葉を借りて、一言で言うならば、公約の通信簿、公約の通信簿という言葉があのえっが、全国各地であるんですけども、沖縄県内では、この公約の通信簿という言葉あの浸透していないかと思うので、初めて耳にする方も、 多いと思うんですけどもえ公約の通信簿というのは全国各地の市長や議員さんなどの政治家が、えー、っと自分が掲げた公約を一つ一つ自分で自己採点したり自分が掲げた公約を一つ一つ自分で自己採点したり第三者にさ採点してもらってそれを公開することですホームページなどで、はい、例えば県外のとある政治家の方は自分が掲げた公約の達成状況を 丸×三角で一つ一つ丸,丸×三角で自己採点して公開しています。公約を達成したものは丸。丸ではないけど進んでいるものは三角。あまり進んでいないものは正直に×をつけてホームページで公開しています。はい、自分で掲げた公約でできていないものも隠さずにちゃんと×をつけて公開していたら。 あのその政策が達成できていなくても正直に罰をつけているのでこの人はきっと真面目で正直な政治家さんだと信頼する住民も、はい、きっといますよね、はい。なので僕もこのように丸罰三をつけている政治家さんは僕も、はい、こうあの好印象なイメージ持っているんですけどもで自己採点だけではなく、えー、と地域の一般市民にも第三者としての採点をしてもらう。 はい、政治家さんもいます自分の自己採点じゃな他てほの方に丸さん角くこのような成績の公開が公約の通信簿であり那覇市の前泊議員はこのような公約の通信簿のような評価シートを我が那覇市も作成してさらに市民も採点に参加できるようなシステムを作りましょうという提案とともに 実際にこの評価シートを作った場合の試作版として那覇市長が掲げた公約の進捗状況のはいシートを108項目の評価シートにまとめてはいこのように評価シートはどうですかと那覇市議会の本会議で発言した活動ではいこのような取り組みがこのような発言がすらしいとはい沖縄県の政治家さんで初の受賞と。 なっておりますということ,で,この、はいえー、っとで、ここでマニフェスト対象の紹介は、はい、以上になるんですけども、えーっとはいえー、ツイキャスより、えー、コメントいただいております。えー、っとチャラ AKB ファンさんより <coughs> えっとツイキャスリコメント。<coughs> フークウェアマのものですから、コンチェース,、はい、コンチ,ースチャラ AKB さん。 初めてのコメント。をきっとお初ですよね。ありがとうございます。で、えー、もう一方、ラジオネーム、えー、とサクサクさん、えーえー。ラジオネーム、サクサクさんより、えー、メールいただいております。えっ、ー、と、今日もいい声な福山雅治さん、こんばんは。こんばんは。マニフェスト、選挙の時は話題になるけど、それ以外ではあまり聞かないイメージがありますね。なので、政策や公約がどれほど実現されているかなど。 議会の広報誌や議員さんのブログなどを見るようにしていますということおサクサクさんも議会の広報誌や議員さんのブログなど見るようにおおサクサクさんもそうですねサクサクさん先日お会いした時はい結構法律の勉強されてる方だったようでサクサクさんもうはい見てるんです僕もはい県内の議員さんの広報誌サクサクさんメールありがとうございますということでここで一旦あの局長 えー、一息ついても曲というか僕のまた新ネタのバカップルというネタの新しいバカップルネタができましたのでここで一曲僕でバカップルどうぞ最近 CM で「あっち向いてほいこっち向いてチュ」っていうバカップルのような CM あるじゃないですか僕はね もっとバカップルなので、僕のバカップルぶりを紹介しますね。僕はね、電車のアナウンスで、え、足元にご注意してお進みください。っていうアナウンスが流れたら、僕は足元に注意しながら、君の口元にチューをするよ。 この部屋はね、クーラーの危機器が悪いんじゃない。僕と君が熱々なんだよ。ドラゴンボールの孫悟空はスーパーサイヤ人だけど、君はスーパー美人だよね。君の可愛さの戦闘能力で、 スカウターが壊れたぜ。僕と君で株式会社じゃなくてラブ式会社を建てようよ。ラブ主総会は一年に一回クリスマスの日に行い僕と君の愛の総決算。去年よりもラブ化が上昇していますよ。 バカップルの英会話。How are you?I love you and you.Me too! ヨーロッパのことわざで、乾杯の数だけ人は幸せになれるっていうことわざがあるみたいだから。乾杯 言霊を信じているかって言霊ってあれだろ口にしたことが現実になるっていうことわざだろもちろん信じているよ。だって、君が可愛いから。あ、今また口にしたからまた可愛くなっちゃうね。 俳句を作ったよ。五七五の俳句を作ったよ。かわいいね。君はいつでもかわいいね。ん季節の言葉の季語がないだろうってあるぜ。君というかわいさの季節は春夏秋冬。いつでも春夏秋冬かわいいだろう ねえ、映画何見る映画何見るだって映画は君を見るよだって君はプリティーウーマンだろこのプラダを着た天使め。はい、えー、オーした曲は僕のネタで。 バカップでした、はい、僕のおふざけのネタですので、はい、もう残り時間1分半なんですけどもというわけでまちづくりラジオをお届けいたしましたよもう1分半ですね最後にちょっとまちづくりのちょっとした事例紹介しましょうねあの最近あの子ども食堂のニュースを目にすることが増えてきたと思うんですけどもあの子ども食堂は、はい、あのご飯を食べただけじゃなくて大学生のボランティアの方が勉強を教えに来たり、はい 夜9時頃まで、あのあそうですね、ひ人親家庭で帰宅する時間が遅い、保護者の都合にも対応して、夜9時頃まで、はい、子ども食堂の場所で勉強できたりすることができる、はい、居場所作り、最近、県内でも増えてきていると思うんですけれども、はい他にですね、県外の事例では、あこの子どもの居場所作りの一環として、老人ホーム内に、老人ホーム内に子ども食堂のように、ご飯を食べたり、勉強したりす,するスペースを作っているということで、 こちらも基本的には夜9時までなんですけれども、老人ホームが24時間稼働していることを生かして、何か特別な状況の場合、例えば一人親である保護者の方がまあ交通事故に巻き込まれたり、何かしらの都合で迎えに行くことだったり、帰宅するのが深夜になる場合とかは、お互いに連絡を取り合って連携することで、そのまま老人ホームが24時間なので、そのまま子もが滞在して職員などと連携してするようなのるようなので、はい。 なので、あの、子供の居場所づくりづくりは、老人ホームの24時間などと連携することも、ちづくりの一環にもなるという紹介いたしまして、残り20秒です。ちづくりラジオ、お届けしましたよ。はい。では、皆さん、また来週、来週、はい、僕は来週、30歳の同窓会、はい、そのまま飲のみながら来ません、ね。また来週